だいぶね、こう具合が悪くなった時にそのインシュリンの加減とかね、あの皮下保液って点滴してるんですよ、それのここから。あ、点滴毎日ですか？毎日っていうかね、本当に毎日朝晩しなきゃいけないんですけど、まあ、調子がいいとね、もう朝はね、娘がやってくれてたんだけど、そこいなくなっちゃったから夜しかしてないんですね。でも具合が悪そうだなと思うと、ほらすぐ脱水症になっちゃうんで、朝晩やってあげないと。